皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志続きやっていきたいと思います。さあ、あ、結構多いね。ということで、ちょっとフォーメーションで我慢しましょう。守りきればね、これ誰？あ、長野さんは無理だね。カッコアイさんも。あ、龍平さんならいけるか。どっちが本体片付けるのが早いですよね。あとはThank you.
あとは囲ってもらって。するわけないのにね。間に合おうかな。あ、いけそう。おお。いや、もうそのまま続行で、はい。おお、一騎打ち。どうだろうね、相手の方が強そうだからね。6の息打ちはちょっと面白みがないですよね。残念ながら。よし、守りきった。ちょうど3つ構えそうやね。よいしょ。おお、3人いた。だいぶ減ったけどね、なんとか。耐えましたね。まあ来ないでしょう。変換かな。ああ、正義さんをね。
はい、あ、94か、流氷さん。あ、陸石さんがいる。そうですね、だいぶ減りましたね。これで半分ぐらい持ってっても全然大丈夫ですね。しばらく出てこないかな。
ついちゃってるからね。出会ったつもりやったんだけどね。ああ、しまったね。恨み判定をどうのこうのしてほしかったよね。
ましょう。ラクタさんもそんな高くないね。はい、ではですね、次回ちょっと戦闘入りますので、今回はここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。